それでは銀次選手のインタビューを始めます。まずは試合の感想をお願いします。そうですね、まあ、素直に自分が弱かったです、はい、ありがとうございます。対戦相手の戦ってみての印象を教えてください。そうですね、まあ、想定してたパンチの、まあ、パンチだったり蹴りだったり、まあ、威力とかは全然想定内だったんですけど、まあ、なんか結構自分が硬く なりすぎてて、あんまり自分らしくガツガツいけなかったなっていうのは後から思いました。ありがとうございます。ではプレスの方から何か質問はございますでしょうか。最初にダウンをもらった影響っていうのはどんな感じでしたか。あ、そうですね、自分が攻撃に行って多分ちょっと足が上がった状態でちょっと合わされた感じだったんで、全然ダメージとかはなくて、まあ、タイミングで倒れてしまってそれがダウンになったかなって感じですね。その後焦りとかは。あ、いや別にダメージも特になかったので焦りっていうのはなかったですね。今回初めて、K1 で、であと、国際センターというでかい会場でやった感想というのはいかがでしたか。そうですね、こんなに大きい会場で試合したのも初めてだったんですけど、まあ、まあ、けどリングに上がってしまえば、まあ、どのリングもあんまり変わらなくて、そうですね、まあ、勝ちたかったですね。これから K1 グループでこうしていきたいみたいなことは。そうですね、またしっかり基礎からやり直してまた強くなってしっかりこの K1 のリングに帰ってきて、まあ、このそうですね、このやられた借りっていうのはリングでしか返せないんで、しっかり K1 のリングに帰ってきて強くなって帰ってきてこの借りを返したいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。他にございますか。それでは最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。今日は、たくさん応援してもらってありがとうございました。今回結果が出せなかったんですけど、まあ、必ず強くなって帰ってくるのでまた応援お願いします。以上でインタビューを終了いたします。ありがとうございます。